could be good for me.さあ始まりました。本日はフェームのチャート分析ですね。フェーム MMA という仮想通貨なんですけども、こちらのチャート分析をしっかりしていきたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思っております。今日はニューヨークですね、こちらもしっかり上がってました。それから仮想通貨においても基本的に今日は強いものが多いというか、まああんまり変わってないものが多いかなという印象なんですけども、まあ、例えばネムとかしっかり 3% 上がってたりとか、まあ、結構上がっているものもちらほら目立ちますね。まあ、ただ下がっているものも当然あるわけでして、まあ、下がっているところで言うと小幅に下がっているものが多いんですけども、ちょっとファクトムがですね、かなり下がってまして 25% ぐらい下がってます。というところで今日フェイムなんですけど、こちらも 25% ちょっと下がってしまったということもありまして、まあ皆さんこう心配されている方がたくさんおられるんじゃないかなと思いますので、ちょっと細かくですね、今後フェイムがどうなっていくか、皆様と一緒にね、ちょっとこう、しっかり値段の構築、戦略分析していきたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思っております。このフェイムという仮想通貨なんですけども、格闘技団体ですね、フェイムというものがありまして、こちらのまあ、ファントークンという形になるかと思うんですけども、まあ、これでいう、まあ、このチケットを買ったりとかですね、NFT を買えたりとかっていうことができるような仮想通貨ってイメージなんですけども、今後にね、どうなっていくのかっていうのが、まあ、はっきりしている仮想通貨でもありますよね。使い道が、まあ、その格闘技の、まあ、ファンの方が応援するような、まあ、こう仮想と、さあ、始まりました。本日はフェイムのチャート分析をしていきたいと思います。現在時刻ですけども、5月3日の午前9時7分、YouTube 録画しております。このフェイム MMA なんですけど、仮想通貨、これファントークンなんですね。仮想通貨のこのよくあるパターン、サッカーチームのバルセロナとかね。今回この FCR というものが今 IO をやってます。GMO コインでやるんですけども、こちらと同じような感じで、まあ、今回はここは格闘技の団体の、まあ、仮想通貨というイメージですね。まあ、チケットを買ったりとか、NFT のサービスをまあ、利用したりとかっていうことができるようなことになるんですけども、まあ、この MMA のね、仮想通貨がすごい上がってたんですね。まあ、上場初日一気に300倍になったということで話題にもなりました。それからインフルエンサーのお二人ですね、朝倉未来さん、それから青汁王子こと美咲さんがですね、こちらを押していたというイメージはありますけども、まあ、その仮想通貨が今どんな状況なのか皆様とね、一緒に見ていきたいと思います。上場からしばらく2、3日が経った経過なんですけども、まあよくあるパターンの動きなんですね。まあ、上場初日にガツンと上がって、そこから少し下がっていく。で、どこからね、上がっていくんだろうというのが皆さん模索中なんですけども、そこを一緒に見極めていきたいと思いますので、最後までご視聴いただければと思っております。現在ですね、ちょっと 25% の安くなってしまったということなんで、まあ、思い起こせばこう、どうなんでしょう、パレットトークンとか、まあ、そういうところとちょっと似てるのかなと思うんですが、まあ、パレットトークンはそこからまた盛り返してきたりとかもしてたイメージもありますし、まあ、今後どうなっていくかですね。まあ、とりあえず上場から少しね、値段がこう安くなって、またそこからいい仮想通貨であれば、また高値を超えたりとかね、また高値に向かっていくっていうような流れを通ると思うんですけども、今こちらのね、フェイムも同じような状況です。はい、それではフェイムのですね、値段のチェックをしていきたいと思うんですけども、今42円ということで、今日ちょっと大幅に下落になっちゃいましたね。ファクトムが今日 25% ぐらい下げてますので、まあ、それぐらい下がってしまう、同じぐらい下がってるというのが、今日のフェイムの動きです。まあ、見ていきますと、56.2円から今急降下しておりまして、まあ、急激にこう利確だったりとかがね、入ってきたり、まあ、損切りが入ってきているような状況かと思うんですけども、まあ、この動きはかなり、このホルダーにとってはですね、大変な動きでありまして、まあ、やっぱりフェイムに期待されて買ってた方がですね、結構セカンダリーで苦戦してるような状況ですよね、今見てると。ですので、今回ここからどうなっていくか。ただ逆に言うと、フェイムまだ買ってない方ですね。これはチャンス出てくるんじゃないかなと思っているので、まあ、今後ね、フェイムというのは、まあ、こう、仮想通貨の使用目的が非常に明確でありまして、まあ、そういう仮想通貨っていうのは、まあ、やっぱりこう、人気も高いですし、まあ、上がっていける下地は十分あるかなと思うので、まあ、どこで下げ止まって、どこで買うべきなのかなっていうのを今、皆様が模索しているような状況なんですけども、私的にはまだですね、少し下値の余地は十分あるかなと思っているので、確実に下げ止まったところでやっぱり入っていく方がいいかなと思いますし、まあそれから長期的に持っていってもね、いい仮想通貨ではないかなと思うので、まあ材料が豊富ですよね。まあ基本的には上がりそうな仮想通貨だなとは思うんですけども、まあでもちょっとね、厳しい展開になってますよね。今かなり短期間に下げてしまっているので、まあ、どこまで下がるかっていう、まあ、一つこう指標がないので、まあ、40円ぐらいなのかなというね、感じが思っている方が多くて、今、こう刺さっているのが見えると思うんですね。
40円ぐらいで刺さってます。皆さんとやっぱり当然考えることは同じで、40円とか例えば次35円ぐらいですね、それから30円あたりとか、まあ、この辺でやっぱりしっかり待機してるんじゃないかなと思うので、一回今回40円で少し戻してきているような状況ですね。まあ、今後も同じような状況を考えると、やっぱり40円までまたタッチしてそこを割り込むかが今一つ焦点ですよね。まあ、ここを割り込まなければうまくいけば46円ぐらいですかね、このあたりに一旦戻せるかもしれませんので、今のレンジで言うと46円をちょっとレジスタンスとして捉えてですね、46円ぐらいから40円ぐらいで動くんだろうというのが、まあ一つセオリーじゃないかなと思ってます。で、40円を下回ってくると今度、まあ、38円とか、この辺を一旦試す感じになってくると思うんで、まあ下に行くとしたら38円ぐらいもありそうかもしれないですね。まあ39か38ぐらい。まあちょっと強そうなので39円ぐらいですかね。39円ぐらいで一旦下げ止まってまた40円で、まあちょっとレンジを揉み合うみたいな、感じが一番高そうな気はしてるんですけども。ですね、直近の価格予想としては39円ぐらいから46円ぐらい。ここで一旦ちょっとこう、どっちに行くか試すんじゃないかなと思うんですけども、一応今全体的に少し今日はね、あんまり強くはないんですよね。ですので40円ぐらいを想定してはいますけども、そこ割れていくと39円ぐらいということで、まあそちらの方が確率がちょっとあるかなというふうには思ってます。まあ 60% ぐらいはそっちかなと思ってますね。まあただ 40% ぐらいはまあ短期的にちょっと調整しているので、46円の方にスッと戻して、行く可能性も十分あるかなと思うので、まあ若干下目線なんだけども、まあ下がった分ね、その分戻すということを考えると、まあ 55% が下で上が45かもしれないですね。46がちょっと紛らしいですけど、45% ぐらいの確率になるのかなという感じで、まあそんなにここからどんどん 30%、40% 下げるような仮想通貨ではないように思いますので、まあ一旦ちょっと戻して、そこからまた下落する場合はしてしまうかもしれませんけども、今日の直近の予想としては46円の方に 45% ぐらい向かう確率があると、それでもね、あるという感じでちょっと推測してます。で、残りはちょっとやっぱり全体が弱くなってしまって、まあ、40円を下回ったあたり39円ぐらいまで行く可能性もあるということで、そちらが 55% かなと、少し優勢なのはそちらなのかもしれないなという形で今日は予測しておきます。まあ、今回フェイムですね、まあ、2回目ぐらいだと思うんですけども取り上げてみました。フェイムこれからもね、この今上場だけじゃなくてこれから仮想通貨におきまして非常に面白い仮想通貨になる可能性があると思っております。まあ、この格闘技のイベントっていうか、やっぱり皆さん好きな人が多いですし、ある程度こう使い方の目的がはっきりしているので、まあ別にフェイムをね持っておいて、それでチケットを買って観戦しに行きたいっていう人は少なくはないと思うんですよね。やっぱりかなりのフォロワーの方とかがいるしですね、まあ一定のこうファンが確立されているので、ある程度そんなに安くなり続けるっていうことは少なくてもあまりないのかなと。他のものに比べて、まあ、安定はしてるんじゃないかなっていう。まあ、ちょっと直近はね、上場したてなんでね、こういう動きは当然あるんですけども、だんだん日が経てば経つほど、まあ、値段の方はゆっくり回復基調になっていくのではないかなというふうに考えてます。それから何かニュースがあれば、ドカンと上がったりね、することもあると思うので、まあ、今回ちょっと上場後なんで、熱くなりすぎると、ちょっと火傷するような感じにはなっているので、くれぐれもね、あんまりこう、向きにならないで、しっかり冷静に、まあ、投資をゆっくりしたイメージで投資をしていくために、まあ、下げ止まるところを今ね、しっかり探っていくという形で、あんまり無理に参戦してですね、たくさん損をしてしまうようなことにつながりかねないので、今は下げたところですね、そこに向けてしっかり現金を用意しておいて、まあ、そこで買ったものをしっかり大事に温めていったりするということですね。まあ、それが一番大事なんじゃないかなと思ってます。で、それの直近は46、それから下は39ということで、今回フェイムですね、ちょっと下がってたので皆さん心配されてるかなと思ったので、ちょっと値段の推測を慌ててしてみました。今回の動画が良かったなと思う方はぜひ高評価とか、それからコメントなどもぜひお待ちしています。フェイムに対して皆様の意見はそれぞれ違うと思うんで、私はこう思うよとかね、いろいろあると思いますので、ぜひその参考までに皆様の参考にもなると思いますので、ぜひご意見あればコメント欄ご自由に使っていただいて構いません。よかったら書いてみてください。それからチャンネル登録まだの方、ぜひね、こちらのチャンネルでは新しい仮想通貨だったりとか、まあ、ジャスミン結構1日1本ぐらいやってるんですけども、他もまあメタバース関連とかですね、この辺もどんどんやっていきますので、チャンネル登録まだの方、ぜひこの機会に。
していただいて、お互いにこれからもね、仮想通貨の投資頑張っていきましょう。今回は仮想通貨 FIME MMA ですね、こちらのチャート分析をしてみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。